けど、皆さんの期待と応援のおかげで立つことができました。ありがとう、ありがとう。高梨さん、高梨さんのことを DDT の歴史だと思っていることは心から本当です。でも高梨さんはきっとそんなものを言われなくても、高梨さんの歴史が昔から今も深すぎて、高梨さんとタイトルマッチをしてそれを知れて本当に良かったです。年内僕はリップサービスじゃないんで、高梨さん、タイ、シンガポール、東南アジア、高梨さん絶対呼んでくださいね。今日はありがとうございました。